をつけた人が長くなってしまいましたけれども、柴田初美さんのお父様でもいらっしゃいます。はい、そして私が、若干、先生としてもお世話になったことがちょっとだけお歌をね、習ったことがあるので、私にとっては先生でもあられます。なんと皆さん、何年生まれだと思われますか？なんと1924年生まれでいらっしゃるそうでございます。御年87歳でいらっしゃるそうでございます。大変お元気なおじさまでいらっしゃいますけれども、なんとですね、渡辺プロダクションって皆さんご存知ですか？大変芸能界では有名なプロダクションなんですけれども、こちらの方で、長きにわたりまして所属をされて、大変有名な歌手の皆様方にお歌のレッスンを、してくださったんですね。数々の有名な方ですよ。布施明さん、タイガーズ、反応がこの辺ね、ちょっと若干分かる方は薄いですけれども、タイガーズ、そして、なんと小柳ルミ子さんとか、先生の中では若手に当たられるかと思いますが、キャンディーズさんとか、数々の方にボーカルレッスンをされていらっしゃったという、そしてね、そのままプロのジャズピアニストとして、貢献をされ、ご活躍をされ、いらっしゃいますでしょうか。はい、さあ、それでは先生から一言。どうもありがとうございます。岩手県の貧瘠血児の柴田でございます。もうリタイアしまして、もう何十年も経ちますが、今、かっての友達としては、植木仁と谷健が友達だったんですけれども、もうみんなくなっちゃいまして、あの当時は彼らが、花ちゃんと一緒にクレジーカットを作るからですね、俺にも来てくれてたんですけどね。みんなことはできないからということで、断って私がずっとそれからジャズの生活しておりますので、これで見えております。今、司会を非常にもう完全無欠にやってくださいました。司会は、皆さんご存知かと思いますが、松本伊代ちゃんの姉さんでございます。二人揃ってやっぱり必死でございます。よろしくお願いします。ではお祝いに一曲を聴かせていただきますので、よろしくお願いします。私の紹介までしていただきまして本当にありがとうございます。それでは今日は、ピアノとそしてお歌の方も歌ってくださいますでしょうか。素敵な曲をお二人に、ご披露してくださるそうでございます。それではまず1曲目は、愛の讃歌、ご披露していただきましょう。
名曲を2曲ご披露していただきました。改めて盛大な拍手をお願いします。よろしくお願いします。素敵な名曲が響いたのではないでしょうか。本当にありがとうございました。